日本原産のデンドロビウムで、石穀という着生蘭があります。この植物は着生という生え方ですね、まあ、樹木の枝とか幹とか苔むした岩なんかに、生えているもので、古くから石穀として野生蘭としても親しまれてますし、斑入りなんかの園芸品種なんかは江戸時代から調整蘭としても育てられています。でこちらデンドロビウムと言いましたが、石穀というのはデンドロビウムの中で最も北に分布するデンドロビウムです。だから学名もデンドロビウムモニリフォルメっていう種類なんですね。東京近辺ですと高尾山とかそこの周辺の裏高尾あたりに自生しております。あとは伊豆半島、あとは日光の杉並木、私はまだ見たことないんですけれど、杉並木の杉の木にも着生してるっていうことを聞いております。まあ、日本国内に結構ね、松島とかあと信州とかあとは四国の石鎚山とかいくつか の有名な産地がありますが、それらの中でもいくつか特徴のある種類っていうのがありまして、ちょっと花の色の濃い石穀なんかを持ってきました。通常はこの素焼きの鉢に水苔で植えて育てるっていうやり方が多いんですが、このように溶岩石に灰苔と一緒に着生させて、自然な感じのね、着生状況を思わせるような感じで、しかもこの手のひらに乗るようなサイズ、こういう楽しみ方もあります。実際にこういうやり方の方がね、野趣あふれて、植え替えもこの水苔植えよりも結構間隔が空けられますので、最近は私はどちらかというと、こういう植え方が主流になっております。ではこちらですね、5本立ちくらいの株を 4,5 年を前に植え付けて、これだけ増えました。で実際にですね、着生仕立ての場合はですね、あまり株の大きさが小さいと、本当にもう 4,5 本とか 5,6 本だとちょっとね、つけにくい、バランスの取りにくいっていうのがありますので、このくらい大株になったやつの方が私は作業しやすいと思うんで、でこのようにもう抜きました。でこれをどのようにほぐしてくっつけるかっていうのを説明します。もう 4,5 年経ってるんでね、水苔もだいぶ分解して、ちょっとね、中空の中がガランドになるような植え方をしてたんで、根っこぎっしりのでも周りだけです。でこれをですね、ちょっと丁寧にっていうわけでもないけど、ほぐしていきます。で根っこが広がった状態にします。はい、ある程度ちょっとこの根鉢を広げたら、もう完全に分解しちゃってるですね、古い水苔、もうほとんど根っこだけになっちゃってるんですがね、水苔がほとんど風化しちゃって根っこだけになっちゃってます。はい、根鉢をほどいて根っこだけにしました。もう特にこの鉢はこのようにね、水苔はほとんどもう分解してこの大きな鉢穴から落ちちゃってて、実際にこれね、水苔よりもほとんど枯れた根っこがほとんどでしたが、このように完全に裸根にして、こうやって広がりやすいように下ごしらえします。ではこちらの溶岩石に、まあざっとこんなような感じで着生仕立てにしたいと思いますが、野生状態ですとね、非常に空中湿度の高いところ、八丈島なんかで見た時なんかはこちら葉っぱの裏に胞子のがついてますが、ノキシノブという着生シダです。非常に耐寒性が強いもので、結構野生状態だとこのシダとか、あとこちらですね、コケテラリウムなんかにも使われるんですが、ハイゴケ、こういうものと一緒に着生して育っていることが多いです。でなるべくその自然の状態を切り取ってきて小さく表現にするっていうことが目的ですので、これら のものも一緒に仕込みたいと思います。で実際に着生させるにあたって固定する紐ですね、いろんな本読むと麻紐とか、あと細いシュロナーとかビニール紐とか、あるいはビニタイ、まあ、いろんなものありますけれど、私の場合よく使うのはこの釣りの手ぐすですね、釣り具屋さんで買ってきたもの、まあなんでこれかっていうことなんですけれど、これはシュロナーとか麻紐と違って、分解しないんですよね。だから着生させて一つ困るのが、完全にこのストラクチャーに植物の根っこが噛む前に分解して株が剥がれちゃったりするっていうこと、それが嫌だということと、あとこの細くて頑丈なっていうのは、これだけの大きい株着生させるには真ん中をね通したりすることもありますので、その場合なるべく細くて強靭なものの方がいいわけなんですよ。これは完全に着生して1年2年経ってくると苔とか根っこが間に乗ってきますが、これはぐるぐるっと回したところを切ってスーッと引き抜くことにより、苔とか根っこ
光を動かさずに取り去ることができるという利点がありますので、私はこちらを使っております。ではですね、まず植物を、乗っける前に一巻き固結びで止めます。それで、こちらを乗っけていくんですが、よく流木だとかヘゴ板コルクなんかに、まあ、ランに限らず例えばビカクシだとかそういうのを着生させる場合、水苔はどのくらいつけたらいいんですかとかそういうのあるんですけれど、これはですね、どの程度乾く場所かっていうこととか、どの程度の水やりができるかっていうことによって変動します。私の場合はですね、ほとんど水苔とかそういうものは使わないやり方です、この石灰の石漬けに関しては。ただ保水材料というよりは自然の状態の苔を再現するということで、水苔ではなくてこちらのね、灰苔、これをかませることが多いです。でこのように一巻きテグスを巻いた後、株の中心の真下なんかにはね、やってもあまり苔は再生しないので、根の、放射状に広がる根の、真ん中あたりに来るような感じで乗せます。こういう感じでね、でとりあえず最初の 5,6 回ぐらいは軽く止めるというようなやり方で、でゴツゴツして凹凸のある岩ですので、あまりきつく巻きすぎちゃうと擦れて、糸が切れちゃうっていうこともありますので、そういったところを気をつけながら、だけどなおかつ、タイトにやっていくように心がけてください。まず石灰だけとりあえずこういう形でくっつけました。まあもちろんこれでね、終わりにしちゃってもいいんですけれど、野生状態だと、一緒に生えているようなこういうものもつけていきたいと思います。じゃあちょっとですね、根をこのようにたぐってここにかませるような感じで、でまたこの灰苔の緑色の部分ですね、もうこんなカスみたいなもんで十分です。ここに一緒にかませます。灰苔をこの軒忍の小さい株の根元に足しながら、この根っこのちょっと緩いところをかき分けて植え込んだというか仕込みました。でさらにまたもう一回今度これを固定していくような感じで、止めていきます。はい、まあだいたいこんな感じですかね。根っこがね全部ね見えてますが、石灰はこれから4月花が終わると、この葉っぱのついている茎の付け根から今年のシュートが出てきます。でそうなってくると、この新しいシュートがまた新しい根っこを出して、この上をどんどん乗っかっていくような感じになります。でその時一緒に仕込んだ灰苔も、まあ、活着してその岩と根を覆うように伸びてきます。軒忍ですね、ちょっとね葉っぱの裏が表向いちゃったりしてるのもあるんですが、これも新しい葉っぱはちゃんと裏表正しい位置に展開してきますので、今がまあ3月下旬で、4月に花が咲いて、5、6月ぐらいから新芽が伸びてきますと、その頃になるとこちらの軒忍も根っこ伸びてきて、苔も成長が始まって、梅雨から夏にかけてかなり状況は変わってくると思います。でこの裏側ですね、このように縦横にテグスが巻かれてます。このテグスの上に苔とかが出てくるんですが、それを先ほど申し上げましたようにね、パチパチパチっと切って
引き抜くような感じでやれば、その上に乗っかった苔とか根っこが浮かないで取れますので、1年経てば、そんなに外せるようになります。でこちらもね、2年ぐらい経ってるんですけれど、ちょっと一時期ものすごく乾燥させちゃって苔がほとんど死んじゃったんですが、残ってた苔がまた盛り返してきている状況です。活着しちゃえば本当にね、丈夫で手間かからずに、東京近辺だったら、まあ、マイナス5度もマイナス6度でも霜が当たらなければ軒先で十分越冬するランで、春になると、香りのいい白からピンクの花を咲かせて、結構ね野趣あふれる感じで楽しめる一鉢になると思います。実際にね、パッと見同じなんですけれど、もう2年3年経ってるものはもう十分根っこ張ってますので、水やりなんかはですね、水がやりすぎて水がもたれて根が腐るっていうようなことはまずありません。こういうものは鉢植えではありませんから。乾くとこの溶岩石は白っぽくなってきます。で湿ってるとこのように赤茶けた感じなんですよね。だから水やりはですね、乾いたらたっぷりと、場合によっては水を張った器に入れて漬け込んで、ブクブクが空気が出なくなってから引き上げてやるっていうようなやり方でもいいですし、あとは、多少湿ってても水のやりすぎによるトラブルっていうのは起きにくいですから、多少湿ってても、もう毎日夏なんかはシャワーで水をやってかけてやる。ただ乾いてなければね、1週間でも10日でもやらないっていうことはあります。これは私の管理なんですけれど、要するに水をやりすぎても、腐ることはないんですが、どうしても締まった伸び方はしなくなるわけなんですよ。だから多少やっぱり締まった伸び方させたければ、水はカラカラになってからやるというような感じで、もともとこのランというのはバルブにね、かなり水が含まれているので、まあ、夏場この茎がしわ寄るまでは水やらないっていうことはないと思うんですが、少なくともバルブに十分張りがあるうちは大丈夫ですね。まあ、どうしても心配だっていうんだったらば、この植え方に限って言えば水やっちゃっても大丈夫です。あと置き場所なんですけれど、水やりと同じでですね、なるべく日当たり風通しのいい方ががっちりと締まった株に育ちますので、半日ぐらいはできればね、午前中でゴンから日陰になるようなところに置いて、で着生欄といいまして、地面に生えているものではなくて、ある程度高さのあるところに着生している、生えているものですから、風通しがよく、日当たりはまあ半日以上、できれば午前中、そのような場所に置いて育ててください。